はい、えー。私は社員として働いております。そして私は商品の扱い方やクリーンリネス、清掃に関してものすごく気をつけてやってるんですけども、他のベテラン社員さんとか一般社員さんは、どうも私のレベルでは商品の扱いとか、備品の扱いとか、粗末みたいなんです。これはどうすればいいでしょうかみたいに書いてますね。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、私と関係性を持っているんだったら YouTube の効果知ってると思いますんで、 ぜひね、商品の扱い方の動画を作ったり商品のと生存の仕方や手入れの仕方を動画に作ったりして、YouTube、にアップロードしてくださいねそれをすればまずはねその動画を見た人が同じものに対しての扱い方を覚えていきますし再生数も上がると思いますで、えー、それをねこいつできてないなーって人に、まあ、メールでその動画を送りつけたらいいんじゃないですかこうやってやったらいいんだよみたいなね もしくはこんな動画あったよみたいな感じでねそれでその動画を見た人がどういうふうに変化するかもし変わらないとしたらその動画の質が悪いということですねもし変わるとしたらあなたの思いは通じたってことなんで社会を小さいところ一部を照らすことを変えていくことができたってことなんで多分ああ良かったって思えるでしょうねそれがだから人を育てるってことなんじゃないかなと思いますね、はい、商品の扱い方とかクリーンリネンスについてお答えしました